グラビアの美少女は1981年7月13日にリリースされたデュラン・デュランの3枚目のシングル。このシングルは全英シングルチャートのトップ10入りを果たし、1981年7月には最高5位まで上昇した。レコード会社 EMI がシングルに選んだ前作、ケアレスメモリーズの売り上げが今一つであったことを受け、このシングルの楽曲は、 バンドが自ら曲目を選んだ。この曲の人気が出たことで、すでに1月前にリリースされていたデュラン・デュランのセルフタイトルのデビューアルバムデュラン・デュランも売り上げを大きく伸ばすこととなった。発売当初、この曲はアメリカ合衆国ではチャート入りを果たせなかったが、1983年にアルバムデュラン・デュランが再リリースされた後、MTV でヘビーローテーションされ、 人気が高まり、広く知られるようになった。この曲は、テレビアニメ、スピードグラファーのオープニングテーマ曲にも用いられた。グラビアの美少女は、もともと、サイモン・ルボンが加入する前の1979年の時点で、デュラン・デュランのボーカルであったアンディ・ビケットが書いた楽曲であった。最初のデモテープは、1979年に録音された。 ビケットがバンドを脱退した際にバンドの他のメンバーは著作権を自分たちが保有する代償として600ポンドを支払った。1984年にライブアルバムアリーナがリリースされた際この曲は収録されなかった。その後2004年に再リリースされた際にはこの曲も追加された。ケビン・ゴドレーとロル・クレームこの曲が アメリカ合衆国の市場で成功した主な理由はそのミュージックビデオにあったと考えられている。デュラン・デュラン川はアメリカ合衆国のナイトクラブの多くは古い映画などを映写するためにスクリーンを備えていることに注目していた。そうした設備を使って過去の曲も含めた彼らのミュージックビデオを放送しようとも構想した。この曲のビデオクリップはゴドレークレームの二人が監督し、 MTV が放送を開始する数週間前の1981年8月13日から、シェッパートンスタジオで撮影が開始されたが、この作品はやがて、ビデオクリップについての考えを改めさせるものとなった。このクリップは、当時としては驚くほど長く、楽曲のロングバージョンに基づき、6分20秒あり、マイケル・ジャクソンのスリラーに2年先んじたものであった。 肌の露出が多い女性たちが登場する内容であったため BBC や MTV ではたちまち検閲に引っかかったがその悪い評判がアメリカ合衆国において新たな関心を引き寄せることにつながった検閲にかかったバージョンはナイトバージョンと通称されベータマックスによって流通した1984年検閲にかかったバージョンがグラミー賞における 最初のミュージックビデオの賞である最優秀短編ビデオ賞を受賞した。ありがとうございます。